国立大学法人茨城大学教育学部付属中学校は茨城県水戸市文京に所在する茨城大学教育学部に付属する中学校茨城交通バスバカ松下二丁目下社と歩三分通称はうばら大府中またはうばら大付属中である近隣に他大学高等学校の付属中学校が存在しないため水戸市内の人々や 校内の生徒からは、府中と呼ばれることもある。本館は3階建て、音楽室となっている。また、校舎改修の関係により、通常教室側は新しく、特別教室側は従来の状態となっている。技術家旨は現在集会室となっている。ものづくり旨には、技術や美術の特別教室がある。体育館は2階建ての構造となっている。 なお、2020年の本館大規模改修の際、ギガスクール構想に対応するための工事もすべての校舎で同時に行われた。茨城大学教育学部付属中学校は、より高い価値を目指す生徒、たくましく実践する生徒、共に向上する生徒を目指す、生徒像に掲げている。また、生徒の自主性を重んじ、主要な学校行事は、 生徒たちの手によって運営されるようになっており、自主の名門を自称している。生徒たちは歴史ある学校の実性を重んじ、いつの時代も自覚のある生活を送っている。また、学力面では抜きんでたものがあり、毎年、茨城県立三戸第一高等学校の進学人数は50人以上をキープしている。登校はバスを利用する生徒が非常に多い。7月に登山を中心とした。 宿泊学習、9月に府中スポーツフェスティバル、10月に茨祭り、11月に合唱コンクールが行われるなど、行事が盛んである。いずれも、運営委員会を中心に、生徒自身が作り上げていくという点が大きな特徴である。定員は、茨城大学教育学部付属小学校から、エスカレーター方式により内部進学するものを含む144名で、 ある。ただし、男女は同数。茨城県立三戸第一高等学校への進学者数が近隣の中学校に比べ高い。平成28年度入試での合格者数は52名。平成29年度入試での合格者数は60名で、ある。なお、系列附属高校はなく、茨城大学への進学の特典もない。ありがとうございます。